ウィーン大学の教造、ハンス・モーリッシュ、ハンス・マリッシュ、1856年12月6日、1937年12月8日、は、オーストリアの植物学者、ブリューン出身。専門分野は、植物生理学及び植物解剖学、ウィーン大学総長及びオーストリア科学アカデミー、副総裁、東北帝国大学の生物学教室に招聘され、 帰国後日本についての詳細な記録を出版した。ハンス・モーリッシュは1856年ブリュンズイチの園芸農家であったモーリッシュ家に6人兄弟の5番目として生まれた。当時、モーリッシュ家はメンデルと信仰が深く、ハンスも幼少時にメンデルの訓導を受けている。植物学に興味を示す一方で合唱やダンスが得意だった。1876年に ウィーン大学に入学、同郷出身のユリウス・ビースナーに指示して植物生理学を学ぶ。1879年に博士号を終えて1889年まで助手を務めた。モーリッシュ・ハンローはこの時期の業績である。1888年にイーガクノラーと結婚し、後に二人の息子が生まれた。1889年から オーストリア南東部グラーツ工科大学で著教授になり、鉄が植物の緑化に不可欠であること、植物の根が靴姿勢を、花粉管が靴化性を示すことなどを発見している。1894年からはドイツプラハ大学の教授となり、植物の投資や鉄細菌などを研究した。1897年からウィーン科学アカデミーの出資により、東南アジアへ調査旅行に出る。 ジャワ滞在中にインディー0染料の発色が発光ではなく化学プロセスであることなどを発見している。帰国途中の1898年2月に日本に立ち寄り、当時小石川植物園にあった東京帝国大学植物学教室を訪れている。1909年にビースナーの公認としてウィーン大学の教授となる。しかし、ウィーン大学では研究環境に恵まれないまま、 第一次世界大戦の戦火に巻き込まれ苦労を強いられた。この頃に徳川義地から50ポンドの寄付を受けている。1921年東北帝国大学からの招聘に応じて再来日し、1922年から1925年まで新設されたばかりの生物学科で植物学教室の主任教授を務めた。帰国後の1926年に、 ウィーン大学の総長に就任したが、戦後の混乱と左翼勢力の台頭により大学運営は多難だった。任期を終えた1928年には、ジャガリッシュ、チャンドラ・ボースの招きに応じて8ヶ月間インドへ滞在した。その後も研究生活に泊まり、1931年から1937年まで、オーストリア科学アカデミー副総裁を務め、 1937年秋にアレロパシーに関する著書を出版した後、12月8日に生涯を閉じた。モーリッシュ反応は、糖の試験法の一つ。糖を含む溶液に硫酸と一ナフトールを加えると、赤紫色に発色する。これは糖に酸が作用して、フリフラール類を生じ、これとナフトールが反応して、紫色の色素を生じる。核酸や糖タンパク質などでも、 この反応が起きる。マリッシュは植物の学名で命名者を示す場合に、ハンスモーリッシュを示すのに使われる。ありがとうございます。